はじめまして、セントフォースの新井エリナです。私は大学4年生の時にセントフォースに所属しまして、その年はまずは情報番組のリポーターを務めました。それからさまざまなグラビアもありましたし、スポーツ、エンタメ系、それからラジオ番組などさまざまなものを経験させていただいています。現在は毎朝の情報番組、それから週末はお天気を読んでいたり、ラジオのパーソナリティを務めたりと、して過ごしているんですけれども、まあ、この度関西にも私の仲間ができるということですごく嬉しく思っています。そして夢の種オーディションが開催されるということで、ますますこのセントフォースの仲間が、夢が増えていくことをすごく楽しみに期待して思っております。私もなにわのパワーに負けないように頑張りますので、皆さんもぜひふるってご応募ください。お待ちしています。